対局剣士。どうもガラです、お願いします。ということで今日も将棋坊主10秒将棋やっていきましょう。ってことでいつも通り右玉をできない、右玉できないってことは、これは相手が振り飛車党かな。あ、振り飛車党ですね。なんでちょっと初めてになるんですけど、エルモ囲いたるなるものをやってみようかなっていうふうに思っております。でまあこれで銀上がっていって、でまあ金をよるよるってやれば OK ですかね。で次にこうやって金寄って、でもう一個5九金って寄ったら完成ですね。まあ、一応攻め形作っておいて、まあ、6五銀で出てきた時にですね、7五歩から決戦をできるようにっていう感じですね。でこれは歩ついて銀上がりは変だから一回銀上がった方がいいんですかね。3五歩同歩銀上がりは4五歩ってやられて、あ違うわ、3六歩って伸ばされちゃうのか。でここで一応交換して、まあ、同桂で銀引いとくって感じですね。5五銀ぶつけは同銀同歩に4六歩でまずいと。でここで6四角っていう手がありそうかな。おしてこないんですね。この銀上がりは一応ついてみたいかな。まあ取られるの尺なんで、でまあ次に2四歩同歩同飛車ってやっていきたいですかね。でこれ5五角、5五は変か、こっちからですか。5五角打っても7五出られといてよくわかんないんで角出て、そうですね。でこれついていくっていう感じかな。でまあ、一応7五歩取られちゃったんですけど、まあ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 それは大丈夫でしょうと。でここでこれさすがに3四飛車はやりすぎですよね。4三金って上がって3五やりすぎだよな。まあ一回引いといてですか、おとなしく。で3五歩を狙っていくっていう感じですね。で3五歩に4四飛車ってやってくるパターンもあるかな。これは一回取っといて、で同歩に3五歩、3五歩に4四飛車はどうすればいい。まあ、1回ついてみますか。4四飛車だったら、5五角は5四飛車でちょっと足んないですか。歩突き、まあ、これは同歩ですよね。同銀だと5六銀とか4五桂の筋があるの でここで4五歩って合わせてくる手はありそうですか。でこれはもう取り込むしかないですよね。取ると同桂で桂つかれちゃうん で取り込んできて、ここで1回歩成りが先手で入って、で、4八歩って打っとくぐらいですか。4四歩だと4四歩、まあいいか、4八歩で受けといて、で歩成りはまあまあ同歩同飛成りでもう一回4八歩って打つのかな。それとも飛車ぶつける、まあ、4八歩でいいですか。とりあえず、まあ、てかこれ歩打たなくてもいいのか、打たなくてもって感じですか。あでも打たないと、3九角嫌ですか。3九角から5七角何かあるんでそれが嫌だってことで、でこれ4二竜って引いてくるのが普通ですかね。で3四歩って一発打ちたいけど引かれて分かんない。叩きの歩引かれて5五角は4四歩って受けてくるんですかね。取るんだ。取ると一応左があると思ったけど、で3三金ですか。3三金は2一竜って潜っといて大丈夫。おー結構ガリガリ攻めてきますね。まあ一回潜っとくのかな。まあ5六金とか銀でやってくるのかな。まあ一応竜、あ、そっか香取るとまずいか。まあこれは2二角って打っといてって感じですかね。で一応3一角成と2一一角成でこれで今の局面で1一竜ってやると3三角と打たれて香車を取られちゃうので、それがちょっと嫌だったってことで、これは放置。まあ取ってもいいか、取っていいか。取って5五角成はどうですかね。5五角成嫌じゃないのかな。5五角成して、で6四馬から7四桂を狙っていくって感じですね。なんでここで6五銀って引いてきたら、6四馬ってやっといて銀取りと桂、桂打ちじゃないけど銀取りが先手なので、これは竜取りになってるので1回逃げとく、1回香取って、まあ、駒補充して、で後々まあ6六歩とかやっていくんですかね。これはまあ一回取っとくか。で同銀成りですか。同銀成りで6六歩、まあ同銀成りで6四馬ってやる感じかな。で角逃げたら7四桂があるよとやる感じですかね。でこれすぐ相手から何か攻めがあるわけじゃないと思うので、これは一回歩打ち、香打ち歩打ち、どっちがいいかな。香か歩か、まあ歩でいいか。歩打って7四桂って足し算していきますかね。どっかで9五歩って入れたいけど、まあまあまあいいか。でこれで7四桂がきつい予定なんですけど、まあ逃げてくる手に対しては7七桂がぴったしかなっていうところで、
取りますよね。でこれで桂角交換で駒得になったので、これでまあ6三銀とか打ってくるんだろうな。おお、これはまあなんかいろいろあるけど、いろいろあるけど、まあ一回逃げとくか。まあ、6六香って打つと馬取られて5五角っていう風に竜取りと両方狙われちゃう手があったので、これはもうほっといて大丈夫ですね。ほっといて本当に大丈夫、まあいいか。なって同銀に、まあ、歩叩いて銀上がってきてっていう感じになるんですかね。まあ歩叩いてで、まあ歩成りが3手先手ですか。あ、なってこないんだ。じゃあまあ一回取っときますかね、ちょっと安全に。で次にまあ3一竜とかやって竜をちょっと使いに行きたいかなっていう感じですかね。これは一回当てていく感じかな。成り銀に当てていってでどうしようかな。おわガリガリきますね。これは一旦同歩で何があるのかな、何かあるのかな。歩成りから何かできないかな。これはまあ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 、なんかなんか駒補充するのもまあいいか。とりあえず取ってきますか。これ8六香とか打つと同銀取られちゃうのか。どうしようかな、ちょっとパッと分かんないよ。まあ一回3一竜ですか。全然手が見えないぞ。どうやって寄せればいいの。どうやって寄せればいいんですか。これ3 4 5、どうやって寄せればいいの。ちょっとなんか聞かしとこ聞かしとこ。まあ船にはもう逃げといて8八に寄っといて大丈夫ですね。まあ、取っても大丈夫かな。取っても大丈夫そうだな。取っちゃおうか。取っちゃいますか。うん、まあ、寄った方が安全だったかな。まあいいか。でこれまあ5五銀で出てくるんですけど、まあ、そこでお出てこないんだ。出てこないんだったら、まあ、1回どうすんのこれ。1回わかんない。1回逃げとく。どうしようこれ。どうさせばいいんだ。寄せ方がわかんない。寄せ方が下手くそすぎるぞ。まあ、これ1回5五馬ってや、あのと馬やりたい馬、うん、4五馬ですね。で5五馬を狙っていくんですけど、まあ、5四銀とか打ってくるのかな、うん、そこでどうするからですけど、まあ、一応3四馬が金取りに当たるんでこれで大丈夫そうですかね。であとはどうやっていくか。歩一歩あんのか。まあじゃあその一歩使わせますか。これで一歩使ってもらってでどうしようかな。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。見事だったぞ。ありがとうございます。というわけで感想戦に移りたいと思います。はい、というわけで先手番ですね。まあ相手が角道を止めてきたので、まあ振り飛車をしてきたのでちょっと初めてになるんですけど、エルモ囲いになるものをやってみました。でまあこれでエルモ囲い完成ですね。これで完成で、まあ一応6五銀に対しては7五歩って突く手を用意したっていう感じ、用意というかまあ突く予定ですね。でまあ、3人金上がりということで急戦をちょっと金で受けてきたのですが、まあ、一応まあ銀上がって急戦地区に行きましたね。でここで3五歩同歩4六銀は3六歩って伸ばされて、3五銀に3七歩成同桂に3六歩って打たれてしまうとと金作りがちょっと受けづらいってことで先に銀上がりましたね。まあ、4六銀戦法みたいな感じですね。で、まあ、4五歩って回戦してきたんですが、まあ、ここで5五銀はさすがにやりすぎってことで角交換をして2引きで、まあ、6五銀だったんですけど、まあ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 、まあ、取られちゃうだからってついたけど、まあ、角打ちか。まあここで1八飛車はちょっと弱気すぎるので、まあ5五角って合わせるか3七角って合わせるかなんですけど、5五角を合わせると7五角って出られておいて、まあ一歩交換して飛車引いた時に5四歩とか突かれたら、まあ、角を2二8八かに引くしかなくて、また6四角が外に当たるってことだったんで、まあ3四角3七角って合わせました。で、まあ、7五角に一歩交換しておいて、まあ、次の3五歩を狙っていったんですが、まあ、角ぶつけですか。うん、まあまあ普通ですかね。角ぶつけて3五歩で、ここで4四飛車ってやられた時にどうしようかなって思ったんですけど、どうすればよかったかな。4四飛車ちょっと困ってたんですよね。4四飛車で2一角って打つのも2二金って寄られておいてっていう感じですよね。ですよね。だから4四飛車だったらどうしようかな。4四飛車考えてなかったんですよね。4四飛車、4四飛車、2六角は3五歩同角に3四飛車、難しいですね。4四飛車、4四飛車は8八角で5四飛車に5四飛車にどうすんの。2二四歩同歩同飛車で2三歩に3四飛車ってぶつけるんですか。で同飛車同歩で3四の3三桂を歩成りを狙っていくって感じですかね。
一応本譜は歩突きしてからの歩合わせってことで、まあ、取ると同桂があるので、まあ、取り込んで桂取ってから歩合で歩なってきて同飛成で、ここでまあ2二角かなって思ったんですけど、3九角って打たれると、まあ、5七の2枚替えになっちゃうので、まあ、それを警戒して1回8 4八歩と受けて、ただ相手も4二竜と受けてきたので2二角を消してきましたね。で、まあ、一応歩叩いて、まあ、これ3二金って引いてくるのかなって思ったんですけどね、まあ、3二金引いて5五角打ってで4四歩に6四角みたいな感じでやっていこうかなって思ったんですけど、まあ、強く取ってきたので飛車なって、で金を活用してきたので一回竜潜っといて、でそこ歩ですね。で、まあ、そこ歩で2二角って打っといて、まあまあまあ4四角の筋を消しに行ってからですね、でここもほっとくのも良かったですかね、ほっといても良かったのかなこれ。まあまあでも取って取って角成りが気持ちいいかなって思ったんですけど、まあ、角打ってきて、香取って銀成りですか。でこれやっぱ気持ちいいですよね、これ受けづらいですもんね。うん、この局面はかなり優勢かなって思ったんですけど、ちょっとね勝ち切る力がなくてですねまあまあ6六香とか打ちたかったけど、まあ馬切られて5五角って打たれたらちょっとやだなって思ったんですけども、それでもいいか、うん、それでもいいですかね。まあ本譜は5五馬って引いといて、で歩合わせ、まあこれ同歩ってやったらどうしたのか分かんなかったけど、まあとりあえずまあ歩成りから歩打ちしてみました。でまあ銀出てきて馬引いて銀打って寄って、まあまあまあこれはだいぶいいでしょうって思ったんですけど、どうだったんですかね。まあこれ5五銀って出て、5八玉って引いといて、どうするかっていう感じですか。まあまあまあこの風刺はよく分かんなかったけど、まあまあ一回引いといてですね、これちょっと手がないんじゃないかなっていうところで、まあ銀1枚ですからね。では5五銀と出て4五馬から、まあ、ここも打ってきましたけど、まあ、打つしかないかな、うん、まあ、打つしかないですかですね。では3四馬ってやって、これで金取りが受からないですね、まあ、4三歩ってやったら受かるんですけど、まあまあ香車打ってもう一歩使わせて、あとはゆっくりと、もう4二歩とかでも良さげな感じですか。4二歩から4一歩なり4二とってやって、まあ、5二銀とか絡んでいってもいい感じですかね。でもこれは竜逃げると金取られちゃうんで歩受けるしかないってことで、まあ6六歩とか打ってくるんですが、まああとはどうやってもいいのかなって思うけど、一番早い攻めは何ですかね、ちょっと分かんないな。5二歩は同竜か、5二歩同竜ですか。5二歩同竜に、なんか意外とこの相手の銀がモリモリしてるんでよくわからないですけど、まあ、なんとかなるでしょうってことで、まあこれ投了ってなったんですけど、お最悪そうですね、最悪は4七玉から2玉しにいっちゃうというのも手ですけどね、相手歩しかないんでもう攻めができないってことで、それでもありかなっていうふうに思います。ってことで、あのまあエルモ囲いということで、まあエルモ囲いどうだったんですかね、まあ、よくわかんないけど、まあ、とりあえず相手もどこ攻めていいかわかんないような感じだったし、結構有力な戦法なんじゃないかなということで、今日は終わりにしたいと思います。というわけでここまでありがとうございました。失礼いたします。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。このチャンネルでは人玉動画をメインに上げておりますので、人玉好きな方はぜひともご覧ください。それでは失礼いたします。バイバイ。